ですね、これから先のリンゴ作りはどうなるのかということを聞きたくてお話ちょっとマイクを取りましたんですけど、いやおなしに労力不足は深刻でありまして、そうすると今、機械収穫、ロボット収穫やなんかが、まあ、ちらほら出てきておりますので、そのような機能、そのような状況になった時にやっぱりいやおなしに小麦職の方に行かざるを得ないなというふうに考えてはいるんですけれど、やっぱり信州によってですね、随分その様相が違いますし、全部同じ、その小麦職あれ密度でいいのか悪いのかね、信州によって随分生育の仕方も違いますし、それから小麦職にした時でも様相が随分変わってくるんじゃないかというふうに思いますが、将来をどのように見据えているのか、あるいはどのような方向で、県の方は指導していこうとしているのか、その辺がお聞きできればというふうに思っています。マイクを受け取ってしまいましたので答えなきゃいけないなと思っております。いずれにしてもですね、やはり高密植でやった時には当然品種によって伸び方も違いますし、その着生の仕方も違うというようなことで、距離については当然変えなきゃいけないだろうなというふうに思いますし、ちょっとやっぱり富士なんかだと高密植でやるのはもしかすると厳しいというような、いや狭すぎて収まりがつかないというようなところがあるので、なかなか厳しい、というふうな感じはしているところもあります。で、土目によっても当然のことながら伸びが全然違いますので、なかなかそこら辺は難しいかなというところがあるので、やっぱり向いているゴールドとか秋梅とかっていうような話になってきちゃうのかなというところが一つにはなります。でもそうは言ってもやっぱり富士も食べたいというようなところの中で、作りたいというようなところの中でどういうふうな形を持っていったらいいのかっていうところはちょっとまたいろいろと検討はしていかなきゃいけないかなというふうに思っております。で、先ほどですね、自動収穫というようないわゆるスマート農業につながるような話が出てまいりました。で、国もだいぶスマート農業というようなことで自動収穫機というようなことで、いろいろな機械を開発されているというようなことで お聞きはしております。で、それの中でやはりその壁のような形で、薄いというところになりますと、やっぱりその機械が近寄りやすいというようなことの中では高密植栽培の方が機械収穫には適していると、それは間違いないというような形になるんですけども、やっぱりその品種に応じて、やっぱりそのうまくいかないかなというところもありますので、難しいというところはあります。で、あとですね、機械収穫スマート農業の話の中でいきます と、今は一番やりやすいのは多分除草だと思ってはおります。自動草刈り機のようなものもありますので、そういったようなところになりますけれども、もう一つは多分防除の話になってくるかなと思いますので、そこら辺もそのガイドなりとかその、見ながらということで防除するような機械も開発されているという矢には聞いておりますけれども、なかなかまだ我々が使えるような値段のところまで折れてきているというようなことではないということが一つ課題になってきていますので、ここのところについては多分その今後また研究が進んでいけば、我々が作りやすくなるという手に入ることができてっていうことになってこようかと思っております。それと昨年のその4月に大草草害がやってまいりました。で、それの中で考えますと、一つはその高密植ですと例えばそのトレリスなりとか構造材がありますので、そういったようなところで、うまく使えば例えばその、本来であれば火を焚けばいいって話になってまいるかなと思っておるんですけれども、ここのところでいくとその火を焚けばいいんですが、カーボンニュートラルっていうそのいわゆる CO2 を出さないっていう形になると、火を焚かないっていうわけには焚くってことになるとちょっとやっぱりなかなか難しいっていうところがあるので、暴走ファンにはなるんですけれども、暴走ファンだと多分その4月の下旬から5月の上旬くらいの霜であれば対応できるんですが、昨年のように4月のいわゆる上旬の霜に対しては上空も非常に冷えているという中で、
生育が進んでいて、本来、通常4月の上旬に来る寒気が来てしまうと、それに対応できないという形になってしまいますので、そこのところについては多分果樹試験場にでも糖素害の、研究を取り組むというようなことで今計画しているということで聞いております。で、まあ、どういう方向でやっていけばいいのかというところに、いろいろとその、試験場の職員の方でも頭を悩ましているところではありますけれども、まあ、一つとしては例えば被覆をするというような話もあります。で、被覆をしてやることによって周り囲ってしまえば、多少ちょっとやっぱりその 火を入れてやった程度、少ない火でも囲まれているので逃げていかないので、逃走害が防げることが軽減ができるんではないかというようなことも、一つの考え方としてはありますので、またちょっとそこら辺もまた今度果樹部会もありますので、そこら辺のところで検討させていただければというふうに考えております。本当にちょっと全然まとまりがなくて大変申し訳ありませんけれども、美味しいリンゴをですね、取れるようにということで、我々としても技術開発をしてまいりたいと思いますので、また皆さんのお知恵もお借りしながらやっていきたいと思います。ちょっとよろしくお願いいたします。もう一ついい、はい、